あの台選んで。わかりました。4連敗してるから。4連敗もしてんの。打ちやすい窓2にします。僕前日いっぱい出てるで。何でもええねん結局この人。何でもええねん。スイカーカード、これ設定差あるやつですわ。うん、思った。じゃあ今日の1万円で。スイカー、嬉しい、嬉しい。くっそー、50円やねんけど。やばない、すごない。まだスイカちゃう。え、じゃあチェリーや、今日チェリーや。えぐいえぐい、いや強い。見せ場作ってくる。やったぜ。うわいいね。コメントで激叩きしましょう日直しまだ激叩きしよう。新コーナー、日直しまだの YouTube スタジオのアナリティクスを見てみよう。収益ってどこ。あそこ、あそこ見る。痛い痛いえ、ええの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 マジ。これ、これちょっとさすがにちょっと俺だけの楽しみになるけど、リアクションだけで。そうね、うん、え、これでも今月しか見られへんかも。あ、見えにくい。いや、えぐい、えぐいよこれ。これが一番ピークやった。え、これ1ヶ月で。1ヶ月。いや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 、だいぶやん。努力の結果やから何も批判するつもりないけど、すごいです。えらい。いやだから YouTube ってすごいよねって。だからあ、すごい。だからみんなにだから頑張ってじゃないけど、いや誰でも夢見て。しまちゃんの顔これでいけんねんで。みんなお前ようその顔で言うたの。ほんまにみんなみんな頑張ろう。で島田やっつけようぜ。チーム寺井で YouTube チャンネル作る。左手のパワーストーンとこれ交換してもらっていいですか。言うなやそのなんで言うん、パワーストーンのこと。パワーストーン、いや、ええやつっぽいからさ。20万円。なんで俺パワーストーンやつって垂れなあかんねんこういうの、 あの好きなんすよ。あの運勢とか。まんないやん。で、まんないのこれがね、おもろいでしょ。ご飯食べたの、チェリオさんと。多分この前多分出られてたんですけど、ジローちゃんと、あとはあのコウタロウさんがみんなでね食べた時に、20万で買ってで、ジローちゃんが島さん見してください言うから、見したの。ジローちゃん見て、ジローちゃん、あ、島さんやっぱ高いっすねポンって待ってくれ待ってくれ待ってくれって。しかもあの動画とか撮ってただご飯屋さんで。あいつそういうとこあんねん。あいつ悪いで。だから俺でも逆にそれやってくれて俺嬉しかったの。へぇ、だからそんなんおもろいやん。あ、ほなやるやる。違う違う違う。バーンあか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 あ。20万人。島根県の出雲大社とか。ほんまもんのやつ。あ、好きな神社とか。へぇ、趣あるな。腹立つ。全部腹立つね。いや、腹、まあ、20万のはちょっと俺。また何かやってる？何これ？何でした？マイゲームスイカ。え、これ、え、チャンス目じゃなくて？これフラッシュしてない。あ、もう設定されてる。はい、自分だけ積もって、なんかいっぱい出して、なんか俺に巻きさして20万のやつけて。あ、待って待って待って、ちょっともう、どこに汚れがたまりおさったもう絶好調やったよ寺井さんのどっちだ、しょうがないあれ、ART の準備中か。なんかタッチのね、すいません。いや、ほんまにほんまのすいませんや。腹立つわ。全部腹立つ。うん、そりゃそうよ。これなんかディレクターにせるような展開で編集しますって言われてる。まあ、この状…うぅ、え、見間違い、間違ってる。え、斜め、え、これ斜め。いや、俺は斜めに見えます。俺も8192やろ。うん、どこ行くね、どこ行くね、どこ行くね、どこ行くの、なんで帰ろうとしてんの。見てられへんあのもう
すごい追い詰められてる。なんかちょっと YouTube で成功してるやつ見せられて、20万の腕なんか見せられて、で最終的になんか何ですか、裏マギクエストですね、なんか敵強いとこ見せられて、メダルもガンガン詰めて、一方その頃なんかお金ガンガン入れて、なんじゃこれおい、なんじゃこれ、なんか似合ってるわ、そういうわーわー言うのなんか狙いか、わざとやってるのかな、そのマスクのああいうハッピーのもし見せてくんのやめろ、左側のそのずっとあなた幸せですかってむちゃーだっすわそれずっとちゃうわこの動画だけ見たやつ島田めっちゃ嫌、いやいやえぐい、えぐいしめっちゃ嫌なやつただただなんかなんかアピールしてるだけのめっちゃ嫌なやつ言ってるけど、まあ絵はそれはそれで、こんだけ引いたら見てる側ももう納得よ、納得の島田よ、どんな未来が来るのか楽しみだね、まさしくその通り、さっきからずっとそれ言って、やかましいこいつ、黙らせてくれ、いやちょっとこれあの今のこのボーナスの引きでやられたらえぐな、いやもう震える、いっちゃっていいの、うわーもうやだもー、見てるかもっくん、こういうことやぞいやほんまにこういうこと、落ちろ、そう落ちるか、さあ皆さん下っ端に消えます、うわボーナス引きたい、なかなかできんぞ、ボーナス引きたいよ、引かれた終わり、もう皆さんとも引かれたら終わりですから、あのびっくりマーク2本みたい、みんなで島田の不幸を祈ろう、なんでやねん、なんでやねん、いらぬ子レア役やねん、レア役を引こうって話やねん、絶対に引くな、ベルも引いていこう、いや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 、その体力不正解マジで、ギリギリまで行って、ギリギリまで打ってボーナス引け、怒ないよ、気持ちいい、リプレイ、リプレイの神よ、彼にリプレイを与えたまえ、おらん、リプレイの神なんてこの世にはおらんねん、いい、銃抜けたらええよ、ええよええよ、あーまだまだまだ大丈夫や、まだ大丈夫や、え、まだやろ、おお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 おまだやさ、まだ、まだやろ、いやいやいや、ここでボーナスいけ俺、よし、なんか真ん中の丸っこいやつ、志村さんの顔に似てますね似てない、なんかシワシワで、なんか似てない、いやいやいや、そう、全然動揺せへん、よしよしよし、え、長い、長ないか、レア役いけ、レア役いけ、長ないか、よし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 、レア役いけ、俺ここレーザー、いやー、続いてる、長いよ、レーザー、レーザー、普通に引け、頼む、あー、みんな気持ちいけ、俺うわでかい、乗るなおい、ボーナス可能性あるもんね、続いてる、めちゃ続いてる、なにこれ、待ってくれ、めっちゃ長い、待ってくれ、助けてくれ助けてくれ、終わった、分かった、何本210乗っけた、もう210乗っけた、そしてまだ続く、これドキドキしたよ、これはこれ4桁無理、はあ、いいベルうまい、いいうまいうまいうまい、ここベル、映るな映るな、おい400残り438ゲーム、楽しい、スロット楽しいな、スロット楽しいぞ、おい何してん、何してん、何してん、無理無理ART 今日何回入りましたか、ART 今日何回入りましたか、ゼロ、ボーナスは、あ、ボーナスやったら2回か、うん、1回はい、もうもうイライラ、ペライさんのこと言ってる、ほら私って、
おもんないおもんないいらんいらん、しょうもないしょうもないダメダメ、もうダメ。あーこれは楽しいな。いやーうーん、まっ、あ、でも何が起こってんの。え、これボーナスってこと。お、チャンス目めっちゃ行くやん。うわさやかちゃん、これってもしかして。うん、あれだよあれ。あら、かなめさんも気づいていたのね。私はとっくに知ってたぜ。やっぱりまどかはすごいわ。次回ボーナス確定。1個あげた。このボーナス1個あげた。1個もらってもどうもならんしね。福島らしきペナルティやるしかないな、これやるしかない、ついにやるしかないの、うん、これでもペナルティしても見学は大変ですね。まあそんなになんか、まあ、ちょっと枚数減るぐらいで、まあ、毎ゲームやるしかない。ごめんね。いや、ほんまにほんまに腹立つねごめんな、持って帰ろう。なんで分かった。なんでそれ持って帰るの。自分のやつじゃないのに。いやもううろくなもん。ゴープロ。君にならその資格がある。あれ？君にならその資格がある。何やったっけ？高設定のボイスって。あれじゃないの、みんなが集合のやつじゃないの。いやそれなんかあれやん、5、6確定みたいな。え、他に高設定確定のセリフあるんですか。あの濃厚の高設定さのセリフ的なものはあるけど、え、君にならその資格、君ならその資格がある。 1.56% から 10% だいぶよ。設定もいいってこと。なんかもう自分だけつもり散らかして、でいろんなものでマウント取ってきて、俺は低設定か知らんけど、まあ、いやハマり散らかして負け散らかしてっていう、もうこのいじめです。僕はいじめの被害になってます。敗北者のヒーロー立ち上がろうぜみんなで。俺もう絶対これでさ、だから女のこと言うと俺ずっと断り続けてたのよ、この番組。ああ絶対さ悪いところばっかりってさ、俺のプラスさ、別にあんまないやん。メダルでプラスやからいいですやん。おい、そんなこと思ってないくせに。ほんまに、だからずっと断ってたけど、なんか、まあいっかなんでも。よっしゃ、もう好感度引きずり下ろすで、もうそこのそこまで引きずり下ろしたら、お前ボーナス中のヤバゾロイプですね、これは。後ろ、いやーもう生意気は言わん。3桁くれ、めっちゃベル引けた。あーでもいやこれはきついか。いや結構伸ばれ伸ばせたけど、うわー変えるな。うまい。あーここ、いやちょっとさすがに勘弁してくれよ。いやここ耐えたらマジやめろ。絶対ベル行くな、それで。うわむっちゃこいつ、やうわもうめっちゃイケてるベル。顔面にぐるぐるどうしようかな。いや、いやこのベルの流れ、いや、いやちょっと怖い、もう見たくない、見たくない、怖い怖い。うわぁ、避けろ避けろ避けろ。うわいやでもまあチャンスは1回、チャンスは1回。やばない、いいの、取られたら終わる、取られたら終わる、終わる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 、セーフ、生きた生きた生きた。めっちゃベル引けてた。めちゃめちゃうまい。いやよう続いたマジで、めっちゃ続く。やばい、俺も何喋っていいか分かれへん。どうしたん。いや、うまいよ。あんま乗ってないかもしれないけど、あんま乗ってないけど、すごい
なんかカイドウの鉄人やわ。パチンコメイン。いや、あんまやったけど、パツロー動画としてはだいぶうまいで、今の。普通に褒めてくれるやん。ありがとう。まだ分からんって、寺井さん。分かるやろ、寺井さん。分かるやろ。まだ分からんって、それは。みんな分かったの。もう言われんねん。プロデューサーから、島田さんまだ分からないように展開してください。俺も思ってる。いや、俺も毎回言われんのよ、まあ、この動画は最後の最後まで分からないような感じするんで、みたいな。できるだけ分からないような感じで、みたいな。無理無理無理、見てちゃんと。どう編集しても無理やから、今回その方向諦めて。最後の江原さんのジャッジみたいないらんから。毎回なんかやる、なんか勝者はみたいな。お、分かる分かる、今回江原さんいらんから。うわー、残り200ゲームしかない。何やってんの。大丈夫かな。全然何も来てないやん。ほんま申し訳ない、なんか乗っけてから。いや、ちょっともうちょいやる気出してもらわんとね。じゃあ、ほんま今日めっちゃやる気意気込んできたんですよ。やっぱ寺一択でやるな思って。寺井さんはあと70ゲームぐらいで天井かな。映ってる今日動画、動画今日。俺編集やから切ってるで、だいぶ。今すごいひりついてるから。あ、逆にね。うん、あと66か。確かに。もうちょっとレアクのインスタだったらもう脳死でエグいよ。懐かしいね、6号機にはない感じやもんね。そうそう、この切りつきね。どうなんだっていうね。こっちなんかもたらゲーム数あれ減ってくだけでしょ。俺はね、俺もどんどん増えてくから。上がね。そうそう。こっちも増えるしね。どうしてもね。よかった、寺井さんみたいなキャラじゃなくて、なんか。なりたいわけじゃなかったけど。あ、めっちゃ似合ってる。うん、ね、転職。転職。転職。確かに、負けて寺井さんっぽいなって言われた。なんか942ゲームやで。おーい、おおおおおお、大丈夫大丈夫、よかったよかった。それいわゆるリーチマっていうやつじゃないの。あ、さっきのやっぱりおかしかった。当たってない、まだ当たってないよね。まだ7揃ってないもんね。あと、まだ7揃ってない。まだ7揃ってないもんね。そうそう、7揃わない限り当たりじゃないから。もちろんもちろんもちろん、だって7揃ったら当たりや。いや、揃わんないよ。何を言うてんの、寺井さんやぞ。すまんすまん、天井行ってなんぼや。転職やわ。転職似合ってるわ。947、あと ART までだから約50ゲーム。そうそう、念願のっていう、念願のボーナスがやっときたぞと。手紙が結構結構溜まってるやろ。ビッグボーナス、告知です。ここに認めるマルハンさん、今から僕ダイパンしてもいいですか。あかんわ、あかんわ。あかん。似合ってるわ。天井前で当たるの、寺一択とか書いてほしいよね。寺一択の名刺やったら、天井前で当たるの得意ですんで。きつい。もうね、バトル感だし。きついです。ダメだ、死んでしまう。37,000、2回目のボーナス。いやー、おもろいね、バッツロー。たまらんわ。たまらん。おもろい、おもろい。うわー、さすが、これをおもろいと言えんのが寺行った。たまらん。これ皆さん寺やるやったら、もうこの後寝転んで終わるところですから。ただ街道ですから、こっちもですね、ただあるから。そばにいるよ、だって。やった。そばにね。島田さんに1個アドバイスなんですけど、はい、ファンの人のことを札束っていうのやめたほうがいいっすよ。言ったことない。やめたほうがいいっす。言ったことないし、あ、急にどうした、急にどうした。いや、そういうのでもう上に行くしかないなって。どういうの、もう相手を引きずり下ろして。そうそうそう、チャンスゾーン、待って、俺チャンスゾーン、チャンス
最初に言えば一回チャンスと。最近逆にそのダイエットのそのリンパとか聞いたけど、一番高い買い物なのに純粋に知りたいわ。その機械とかその生配信とかその仕事用じゃなくて、ただ純粋に自分が欲しかった。あるけど、あ、おもんなさすぎる。多分こういう質問で一番おもんない答え。ほんまにおもんない。いくで。棚。家の？あの、38,000円ぐらいの棚。シャー。シャーちゃうねん。お前なんかしゃあないやろ、それしかないねんから。棚しかないねんから。棚はいらん。棚の話はいらんわ。棚しか買ってないもん。いや全然。贅沢や、贅沢。いや話な。棚。棚はええわ。話広げられるんです、棚で。俺も、さすがに。何入れるとかあるやろ。棚に何入れるとか。興味、一応聞くわ、じゃあ。棚に何入れた入れるもんなさすぎて、けん玉飾ってる。なんで買ったよ。じゃあなんか部屋切れなりそうやなと思って、あんが入れるもんないなと思って、けん玉がこ う広げんのって話、棚の話広げんなよ。無理か。無理やろ棚、まあ、棚では広げられんかったな。聞いた、まあ、聞いた、気づいてないで、みんなおもろすぎて。もう一回言って、もう一回言ってもう一回、まあ、さすがに棚では話広げられんかったな。これが寺行ったけど、みんなこれがこれがこれ、なかなかあんなみんな思いついたとしても言わへん、絶対に。そんなクッソもんない誰が言うねん。いや4万使ったらもうこれが限界になってくるから。うん、もう限界。びっくりしてんの、さすがに寺一択その程度かと思った。あ、どうしたと。そんな寺一択はそんなこと言うはずないよ。びっくりしてんの。言うよ、4万からは言うよ。4万から、うん。さあ、僕はちょうど800ゲーム、1800ゲーム。ただあのエピソードボーナスいてるんで、もうワンセットあります。これなんや、気になるの。どうしたあかん、気になんねん今。ちっちゃい音かよ、ほんまに。ピリピリしとんのよ今。ちっちゃいわ、ほんま。ぶっといぞ。え、ぶっとい。あ、ぶっといぶっとい。ほんまに。いや、うん、まあ。マルハン、オッケーだっけ。マルハン、オッケー。オッケーちゃうね。もう行くもう。行かへん。行く。行かへん。もう友だ俺。おらんのかい、しかも。おらん、もう。絶対おらんよ。もう、チャンスを今日1回やねんから。あるわけない。終わっちゃった。850ゲーム1944枚。もうないと思うな。なんか終わっちゃったっていうすごいがっかりした感じが、あのピクピクってしました。ああ、なんか残念みたいな感じが出ちゃってるのが。3000枚ぐらい出るかな思ってたんですけど。がっかりすなよ、幸せって思えよそうやな、周り見た方がええな。そうそう、もっとね視野を広げて。確かに。自分のことだけじゃなく。バリかわいそう、マジで。何のために生きてんねんほんま。マジで。今日一日どういう感情で過ごせるんやろな。またこのタイトルが恥ずかしいのよ。街道の鉄人が言うてね、オープニングでなんか。かっこよくね。そうそう、いでよ鉄人よとか言ってなんかそうかっこよく歩いてきて、なんか決め顔して、でオープニングで一応ね煽ってみて、ね、挑発的なこと言って、で結果的にこうですからね。おもろすぎるって。確かに完璧な前振りあってのあってのね。あれでも恥ずかしかったわ俺、初めてやっぱ煽りコメントというか。いやでも上手やった、上手。あれが上手すごい良かった。分かれへんし、面白いエピソードも用意してきてくれて、あのシンプルにそのブスっていうのも良かったし、すごい良かった。何その褒め、意味が恥ずかしいんだけど。おチャンスね。いや、ちゃうねん、ちゃうねん。よし、チャンスはチャンスだから、あんま何もチャンス、チャンスは読める。久しぶりにチャンスって見た。いやいや、チャンスは何も期待はできるけども。来い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 。大丈夫、私がついてるから。来た、ついてるって
よかったね、うん、精神的に疲れてるのかな。やったボーナス7揃い、斜めしかも2番、斜め揃い、斜め揃い、8192、スタッフさんがすごい呆れた目で見てたこいつアホやなみたいな。あ、でもほんまにさすがに、あ、さすがに可能性ある。いつやねいつやねもう、一回はやってくれて、やらせてくれて言われてた。家に帰ってゲームがしたいです叶いません、回してください。ほんまになんもないな、どうしよう。チャンスゾーンでもいいんやけど。やった、3回目境地。びっくりした、ヒッキャーイ、ウッサーキュー、びっくり、いや、ヒッキャーイちゃうねん。そんな俺の背中を見て育て、ダサ。なんか名言求められるからさ、ドドンみたいな、そうそうそう、言っとこうと思って。でも気のせいか今日全然求められへんねん。もう何もないからやろな、いつもなんかあの名言お願いしますみたいな言われる。今日何も言われへん、あ、諦められてる、うん、当たってるよね。いやこれはないね。ケチリンでゴールなんですね。いやまあボーナスもええのよ、あの もういいチャンスゾーンでいいの。もうボーナスなんか何にもならへんし、希望低い、ずる勝ち進みずるいとかないだろ、自分ばっかりずるいとかない、なんかもっと気使ってほしいな。でパチするの気使うの、ずる。さあ取りましょう、僕はね。おもらちゃん、魔女の気配に感じる。リプレイ1回、多分この辺りだと思う。よしよし、もう笑かさんといくやろ。もうダメだ、なんだもうチャンスアップあって、入らねえよこれ。いった、行っちゃうよね、行っちゃうよね、なんかリプレイ全然引いてないのよ、行っちゃうのよね。こういうことなんよね、パチスロってこういうことなんよね。さっきマドカがうわーっつってチャンスゾーン入る前のアクション大きかった、演出大きかったね、演出すごい。マドカのアップは珍しかったもん。あれ出すな、何を出してお前お蔵入りさせようとしてんねん。全てを終わらせようと、人生だよ。いやもう俺と機械マルハンも全て、全員島田もマルハン俺全部やめて、それはやめて。みんなは不幸のどん底に落とそうと思って連帯責任で。簡単やわ、客の客も全員ズボンバン下ろさせて全員脱げ。逆に祭りそれは僕も50ゲームじゃ何もできずやったけども ART 入ってくれた、ありがとう。そうですね、 ART 入ってありがとう、素敵な、素敵やね。感謝の気持ちを思い出すことができるパッツロって。思い出してる、うん、思い出してる、ぶち壊そうかなと思ってるわたりチャンスオンそんなどやらんといて、クリアしてから言って、やっとや。長かったマジで長64,000投資、本日2回目のチャンスオンです。かっこよく言ったよ、64,000で2回目。しゃあもう俺もお願いする、突破してくれ。俺が当たらんと帰られんから。いやそう、いやほんまそう、頼む。さあ来い、よっしゃ、来た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 、やったやった、もろてるもろてる、赤持ち大丈夫でしょう。いやまあ完璧や、よっしゃ
やばい、やちゃうねちゃうね、チャンスを突破しただけやねん、完璧いやちゃうねちゃうね、盛り上がるところ人と違うのよ、6枚汚染使ってんねん、6枚汚染使ってんねん、実戦開始から6時間経ちましたやっぱ僕はパツローを通して皆さんに元気を与えたいと思ってます、みんなに希望を与えたいと、そしてもっとこの業界を盛り上げたいと思って6万4000投資初の ART です、頑張った、未来は俺が開く、で信憑性ないの、信憑性ないの、6時間打って初 ART、しゃあやった、見たか、いや見てた、俺が寺井拓也、通常時、通常時出した、うわ400余り、うわきつ、これが寺井拓也でしょうね、6時間打って初めての ART、 引き弱いっすね自分、うわグラフこんなになってるやん、うわ綺麗よ結構、寺井さんは俺グラフ、うん、いや結構頑張ってんちゃうかな、よいしょ、うわえこれほんまに俺のグラフこれほんまに俺が描いたグラフ、反対やったら綺麗やのにな、反対やったらね、怖い、奇跡の魔法もあるとこ見せてほしい、ベタやけど、ベタやけどそほんまに奇跡も魔法も現実にはないかもしれない、でもパツロにはあるんだよ、いやそうある、奇跡もあんねん、なんか分からんけど なんかあるってこと、これ天国 B 的なやつやと思われる、ということはマギクエア出てくるやん、よっしゃほんまに合ってるやろな、これ音乗るなダサいの、音楽に乗るなダサい、やめてくれ恥ずかしい、みんな乗るんじゃないの、おらへん島田だけや乗んの、おしかもついに境地にまで続いてきた、完璧な展開です、皆さんお待たせしました、多分4回目ぐらいの境地です、やりました、やばい、さあ来るぞ来るぞ来るぞ、とんでもねえ出玉の嵐がよ、吹き飛ばねえように注意しな、うわかっこいいかっこいい、さすが寺井拓也、行くぜ行くぜ、あ、チャンス止まらん、レアクは止まんねえおい、止まんねえおい、バッサ止まんねえ、やっと来たわ、さあこれでマギカクエスト何本でしたっけ今日の最高のせい、僕200ぐらい行ったか、200ちょっとやったか、200ね、裏行ってきたから、もうでしょ、少ないよ、一発で超えたろい、マジかっこいいな、一発で超えたらほんま、さあ行きましょう、やばいよね、あるもんね一発で超えることが、これまたあるある、さあマミさんまずはお前からだ、よっしゃおりゃ、何のよっしゃか分からへん、よいしょてらっしゃい、あるみんな見たか、これが寺井拓也ぞ、あ、見たすごいカッコつけてる、おレバー押してどんな音なんの、どんな音なんの、うわ、ね、5ゲームで、うわうわかっこいいね、しかもまだあるから、いやしかもじゃないのよ、しかも5ゲームも乗ってなおまだあるじゃあしかも接続詞の使い方間違ってんのよ、腕が鳴るぜ、いや違う違う、5ゲーム最低やな、さあ行こうかい、接続詞の使い方教えてあげて、前振りやったってこと、今の気づきましたか、お笑い要素も入れてみました、うわーそんなこともできんのか、何でもできるやん、ちょっと突っこけて立ち上がった時にはもう俺は止められない、さあ行こう2回目、ちょうどいいダサさ、ちゃんとちゃんとそんななんかすごくないのよ、そんなに行こうか、表でも裏でも何でもええ、ゲーム数がにょりゃええだけの話、さあさあ行きましょう、もう僕は止まりませんよ、
今のところ順調に上乗せしまくっておりました。10ゲーム。そしてさやかがいるから大丈夫と。さあまどか立ち上がり、そして乗せる。さあ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 、見たか、これがテライタクヤさん。さっきより10ゲームも多い。進化が止まらん。おっと、やめてくれ、その音やめてくれ、ほんま15ゲームで。いや俺どこまで進化すんねん俺。おいおい止まらんぞ。おい今の時間返してくれ。今までの何その格好って。合計俺は1秒前の俺よりも強くなってるから、どんどん進化する。なんか光って赤いやつで、これは上乗せ勝つボーナス来たー、来たよー。最後に見せるやん。よっしゃ神回やっす。 KAMIKAI 神回。ダサいダサい、やっすい神回。どうぞしょー、来た、これや。やばー、トイレ行こうと思ったら、ほんま口悪いけどお前が悪かったんちゃうんか、ここおったから。俺今声聞こえてないけど悪口言うたな。いや絶対声聞こえてないけど悪口言うたな。今の置いてるけど聞こえてないのに分かった。仲良しやな、もう仲良しやわ、そうなってくると。お互いの魂と魂がぶつかり合った今回の戦い、どちらが勝ってもおかしくなかった。こんな素晴らしい戦いを見せてくれた2人に感謝の言葉を伝えたいと思う。ありがとう。それでは発表します。勝者、挑戦者。まあ当たり前でしょうね。チャンスよ、左。よっしゃ、3回目。5ゲームと15ゲームでしたよね。じゃあ皆さん問題です。5足す15は515。乗せるで。俺は進化する男、止まらない男。こんなちっこいちっこい使い魔に俺がやられると思ったか。さあや、取るぞ取るぞ、マミーマミーマミー、やばいって。変わらない男、フライタクです。あれ AR 級中の金属だってマギクエじゃなかったっけ。マギクエ、マギ AR 級中の7ゾロイはマギクエ、マギクエ、うん、俺今トイレ行った時なんか7ゾロ、7ゾロったよね、マギクエ、うん、終わった終わった。え、あ、15ゲーム変わらない良さはいつまでも。いや俺スロットにそれ求めてないの。はい、おっしゃー、マギクエ1個分。びっくりした、戻ってきた、残り16ゲームやったのか。あれどういうことなの。見たら分かるやろかい、どなかってん。早いね。5、15、15、成長してる。さっきの言葉と全然違う。なんもないねん、そこねじってもなんもないのよ、それは。じゃあ、ないねん、押してもないねんって、ない、それ俺に注意してんねん。いや、終わったと思ってる。終わってる。こっか
から RT でしょ。引きの RT 転落引くまで強烈薬マジそれで引き戻すの。マリノバス。連絡リプレイも出現もしてるし。もしかしてもう終わり？終わりよ。負け認めて。ちょっとでも流して帰ろう。ちょっとでも流して帰る。そう、皆さんここまで見ていただいてありがとうございました。エンディングでの寺井さんが多分すごく面白いこと言うと思うので、もうちょっと見てください。一言も喋りません。いっぱいあるかな、いっぱいあるかな、いっぱいあるかな、いっぱいいっぱいいっぱいあるかな。362枚トントンぐらいかな、やかんやで。1143枚というところでちょっとしか待ってへんのよ。勝ちは勝ち。さあ本日も素晴らしい実戦でございました。ありがとうございました。待て俺流れ聞いてない、流れ聞いてない。もう帰る挨拶終わりってこと？早ない？いやもう早いエンディング終わらして、マジで早い家帰りたいなと思って。余韻楽しんでよ。何の余韻だいっぱい。俺余韻が苦しみしかないよ。俺はでも寺井さんとやれて楽しかったなって思う。あ、ずる、最後の最後ずる。それ俺のやつやん。そうずるごめん取っちゃった今の。でもなんかこういう番組に出ることあんまないんで、寺井さんとほんまに初めて、うん、で最後の2人で共演かもしれないんで。でもこれがもう反響ありまくれば、もしかしたら2人で俺はやりたくないけどな。もうしんどいわ。ずるい。しんどい。鉄人、鉄人って鉄人って名乗るなよ。いや、まずいで。この衣装まずいんやから。確かにこの格好でなんか6万分けてないこれ。忘れてた、2万破壊しや。おお、ほんまに落ちとった。危ない危ねえ。思い出したけど思い出したくなかった。とりあえず借金もしてるんで、頑張って借金返せるように鉄人頑張ります。ありがとうございました。カイドウを愛する者に悪など存在しない、私の先代の言葉だ。未来の鉄人はあなたかもしれない。今回はこの辺で。それでは。寺井君、正直勝ってるのが俺だけなんだよね。勘弁してくれよ。俺だって1回しかやってないのに一番弱いみたいになってるじゃん。そうだから、まずもう一回やろうぜ。これと俺負けっぱなしは嫌なので、はい、ぜひよろしくお願いします。だからとりあえず寺井君と対戦させてください。よろしくお願いします。この番組を見ている諸君、グッドボタン、チャンネル登録も頼んだ。さらに概要欄からは Twitter のフォローもお願いする。カイドウを愛する諸君、期待しているぞ。